こんにちは。今日はですね、じゃじゃーん。皆さん、ココイチの10辛食べたことがありますか？今日はめちゃくちゃ辛いと言われているココイチの10辛に挑戦してみたいと思います。それでは、おー、チキラー。私はカレー食べるときは大体甘口だし、リンゴが入ってた方が嬉しい。今日はね、テイクアウトしてきました。じゃらーん。おー、赤い。でもね、すっごいいい香りがする。うん、あちょっと辛いのが来た。実はね、リクエストいただいたんですよ。私が昔にすっごい辛い食べ物を食べた時のを見てくれてリクエストをくれたみたい。わー、美味しそう。カレーだー。野菜ゴロゴロカレーにしました。たくさん野菜が入ってて美味しそう。それではいただきます。うん、辛い予想以上でも美味しいけど、みんなこんなの食べてるの、すごい。体の中から火が出そうです。ちゃんと喋れない大丈夫これ？最初すごい美味しいのね。飲み物飲みたいけど、でもこれ飲み物飲んだらもっと辛くなるよね。もう辛くて何喋っていいか分かんない。最初食べた瞬間はあ、カレーだって思うんだけど、その後から火がボワーって出てくる感じ。うんうん、美味しい。美味しいけど、これ辛いってなる前に食べていかないと。うん、すごいね。口の周りがヒリヒリする。ふう、辛い。うん、うん、ダメだ、飲む。やばいよ。すごい、汗が。何も喋れない。どうしよう、大丈夫これ。なんだろうこれ。なんかね、辛すぎて耳がボワーってなって、暑い。でもチャレンジだから頑張る。どうしたらいいんだ。なんか生茶を飲んでもね、辛いのが収まらないというか。これもう空気でお腹いっぱいになりそう。とりあえず、口はもうブックブック。分かりにくいけど本当にすごかったの。あと半分あるんですけど、なんか私ココイチ10辛食べたんだぜって言いたいので、頑張って食べきります。ごちそうさまでした。ちょっとね、ルー完食っていうのは厳しかったんですけど、なんとかご飯分は辛い食べきりました。ココイチの10からめっちゃ辛いっていうのは聞いたことあったけど、本当にここまで辛いとは思わなかったです。なんかね、研ぎ澄まされた気がする。このまま食べ続けて大丈夫かなってっていうくらいになるんですけど、新しい境地に入れると思うのでまあ、食べたい人は食べてみてはいかがでしょうか。でも本当に辛いのが苦手な方はやめた方がいいかも。あと初めて食べる人でこれを一人ぼっちで食べるのをやめた方がいいかも。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。インスタとツイッターもやってるので、ぜひぜひ概要欄からフォローよろしくお願いします。
それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。